どうも、ゆうくんです。今回は、鈴木の、一番、売れてる車、こちら、ハスラーの、カタログ解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まず、ハスラーについて、個人的なイメージとしては、ワゴン R とあとジムニーのいいとこ取りをした車だなと、思っておりますね。要はワゴン R の使い勝手の良さと、あとはジムニーの持つアクロ走破性ですねを両立させた車だから、爆発的な人気が出たのではないかなと思います。まず1ページ、表紙をめくると遊べる系ハスラーというキャッチで、宣伝といえば宣伝されておりまして、で、最近ですね、ターボ車でも、SNチャージを搭載したということで、ますます燃費も良くなっているのではないかなと思います。あとはボディカラーに、新色が出たということで、こちらの黄色系の色と、あとは、こちらの、緑ですね、黄緑にも見えますけど、これですね、が新色で出たということです。これで、ハスラーの大きな特徴としましては、ご存知の通り、この、使い勝手の良さというものがありますね。で、オプションのカタログは今回ご用意できなかったんですけど、こういうふうに、オプションのパーツもなかなか充実しているみたいで、こういうキャンプ用のタープのキットですね。あとは、車中泊の、車中泊とかするための、カーテンとかそういうのも、ラインナップされているようですね。サーフィンとか、海水浴や、水辺のレジャーの時の、オプションパーツも、充実した、ラインナップになってるようですね。はい。内装はこんな感じなんですけど、で、あれタコメーターないじゃんって、思う方も中にはいると思うんですけど、タコメーターはですね、こちらの、メーターの下に、液晶のディスプレイ、大きいやつがありまして、そちらのなんかモードを切り替えることによってタコメーターも、表示されるようですね。表示モードは大体、このようになってますね。はい。インパネも結構使いやすそうで、
いいですね。あとまあカラー選べるんでしょうか ね, ね。あとはまあ内装ですね。室内もかなり広い感じですね。そうですね、あのシートの、縁取りですね。縁取りも縁取りの、まあ、カラーもなんか選べるようですね。はい、あとはまあボディの、デカールですかね。あのま、こうですね、こことか、ま、こういうふうなデカールとか、あとはルーフのこれですね、デカールも、オプションで選べるようですね。はい、あとはこのページでは、まあハスラーの、まあ、ジムニー譲りの、アクロ走破性なども紹介してます。これは、まあ、スキーやスノーボードでの使用例ですね。まあ先進のあの技術、ね、あとまあ坂道発進の補助の、機能とか、あとは、急な坂道を降りる時の、まあ、補助の装置とか、あとはまあ雪道での発進をサポートする機能として、まあ、グリップコントロール、まあ、それぞれ、ヒルホールドコントロール、ヒルディセントコントロール、あとグリップコントロールという機能もついているそうです。こちらでは、シートアレンジですね。と、あとは、あと、まあ、内装ですね。内装の装備や収納の装備が紹介されています。結構収納も多いんですね。本当に遊べる系という、まあ、キャッチが、本当に、まあ、嘘偽りのないというのが、わかります。ないというか、本当に遊べる系ですね。あとは、先ほど言いました通り、まあ この方から、SNA チャージが搭載されて、燃費も、まあ、大幅というか向上したということですね。こちらでも、まあ、SNA チャージの、概要といいますか、説明ですね。SNA チャージということで、やはりあのアイドリングストップの際のエンジンの再始動の音が静かに、まあ、再始動できるということで、なんと言いますか、シェルモーターの音があまり好きじゃないという方はには好評だと思いますね。
あとは、まあ、メーターパネルになんか、エネルギーフローインジケーターというのがあって、まあ、今どういう状態で車両がいるのかというのが、まあ、一目で分かるようにと言いますか、エコドライブをの、まあ、今どういう状態なのかというのが、分かるようになっておりますね。こちらはまあ、エコ性能ですね。こちらは、はい、はこちらから、まあ、安全性能ですね。安全装置ですね。話題の、デュアルカメラブレーキサポートを、なんかグレードによって、設定されてますね。あとは、まあ、毎回説明しています通りの、まあ、追突防止や、まあ、あと誤発進抑制機能とか、あと、まあ、車線逸脱警報や、あとふらつき警報、あとは、まあ、信号で止まってる時に、前の車が発進したということをお知らせする、先行車発進お知らせ機能というのが、設定されているようですね。また、今では、まあ、当たり前になった、まあ、エアバッグ、まあ、デュアルエアバッグ運転席助手席の、デュアルエアバッグや、まあ、高性能なシートベルトや、チャイルドシートの固定機能や、急ブレーキを踏んだ時に、後続の車に、知らせるということの、エマージェンシーストップシグナルというのがついておりますね。あとは、まあ、こちらは、まあ、グレードによって異なるんですけど、ディスチャージのヘッドランプが設定されております。あとは、まあ、四輪 ABS や、まあ、防犯機能などの説明がしており、されております。はい。ですね。あ、このハスラーというのは、まあ、山とか以外にも、まあ、街中でも普通に使えますよっていうことですね。まあ、いろんなところで使えますね。あとハスラーにも、全方位モニターというのが、オプションですけど、まあ、設定されているようですね。
あとはまあこちらはまあ快適性能ですね。ハンドルの高さを調整できたり、シートのポジションも調整できたり、あとシートベルトの、まあ高さといいますかも、調整できるようですね。結構快適ですね、やっぱりね。あとはまあシートヒーターや UV カットガラスというのもついてますね。あとはキーレスプッシュスタートシステムというのがこの車にも、まあグレードによりますけど、設定されておりますね。あとはこちらはグレードですね。グレードは、XX ターボ、GG ターボ、あとは、A というグレードもありますね。やはりまあ、自分としてしましては、やはり軽自動車ですので、まあその地域の方によって違うんですけど、やはりまあ、山間部や、山間部に住んでいる方や、あとはまあ高速道路をよく利用される方には、まあターボ付きのグレードをおすすめしますね。で、ちなみにですけど、まあこちらの一番安いA というグレードは、まあまあ企業さんの営業者に向いているのではないかなと思います。なんか、ボディの、まあボディというか、なんか外観の感じからして。まあ、特にドアハンドルが 黒なので、ね、まあ、営業者に一番合ってるのではないかなと思います。はい、あと特別使用車としてなんか、ハスラー J スタイル2というのが出たそうです。あ、なんかまあフロントグリルの上になんかハスラーのエンブレムがあって、まあこちらはなんか昔のなんかアメ車といいますか、昔のなんか車みたいな感じでちょっとおしゃれですね。あとまあインパネとか内装もまあちょっと変わったような、ちょっとなんか特別仕様な感じの、グレードですね。 J スタイル2というのは、はい、で、まあボディカラーというのは、だいたいこのような色になっておりますね。あとまあ新しい色としてはこちらのまあアクティブイエロー、これですね、アクティブイエローと、あとはポジティブグリーンメタリックと、あとはまあ、シフォンアイボリーメタリックというこの3色が、新しく
加わったということですね。まあ自分的にはやはり、黒がいいですね。ブルーイッシュブラックパールいいですね。はい。で、あとは、こちらは、主要装備と、あとは主要諸言ですね。と、あとは、裏表紙、環境情報ですか。環境情報が書いてありますね。はい。ということで、スズキの、一番人気の、いや、スズキと言わず、まあ、一番、日本で売れている車ではないでしょうかという、スズキハスラーについての、カタログ紹介というか、まあ、なんだっけ、カタログ徹底解説を、終わります。ご視聴ありがとうございました。